サルベバシビルバオにおける一サルベバシは、スペインバスク州ビスカヤ県ビルバオにあるシャバリ橋。正式名称はスペイン皇太子教。1972年、ビルバオ市街地北部でネルビオンカワウガンとサガンを結ぶために建設された。設計は、フアンバタネロ。スペインで初めて建設された釣り橋であり、鉄製の強唱を持つ数少ない橋である。すぐ西側に、 ビルバオグッケンハイム美術館が建設されると美術館開館10周年の2007年にはフランス人芸術家のダニエル・ビューランによって赤色のゲートが追加されたこのポップなゲートはモダンなデザインの美術館の景観に溶け込み今日では美術館とサルベ橋の組み合わせも人気を得ている2008年5月には歩行者が橋を渡る際に使用するエレベーターが無料化され 年間20万人の歩行者がこのエレベーターを使用している。ビルバオトラムのクッケンハイム停留所が最寄り駅である。サルベバシやスペイン交代子教の他に、定冠詞をつけて、ラサルベバシと表記されることもある。ビスケーワンからネルビオン川を登ってきた船員が、この地点でベゴニャ教会の戦闘を見て、サルベを歌ったという伝承が、名称の由来である。イベルドローラタワー。 カシルダ公園、グッケンハイム美術館、サルベ橋、ありがとうございます。